どうもこんにちは、大峰です。今回はこの iPad Pro を使って YouTube 用の動画を作って公開するまでを説明していきます。でもただ作るだけじゃないですよ。業務レベルでも使えるものを紹介していきます。説明に入る前にまずはこの iPad Pro の紹介をしていきます。僕が使っている iPad Pro は現行モデルの 10.5 インチモデルで、性能はベンチマークのスコアを見る限りでは、少し前の MacBook とほぼ同じ性能で動作がめちゃくちゃ高速です。でも今回説明していく内容であれば、古い iPad Pro や発売されたばっかりの新型 iPad でも問題なくこなせると思います。それじゃあ説明を始めていきます。まず撮影に入る前にメモアプリのノートシェルフ2を使ってマインドマップでピックアップするポイントを書き出せるだけ書き出します。その後全体の構成や必要なカットをどんどん書いていって動画制作に必要な素材もリストアップしていきます。動画の中でテキストやセリフを扱う必要があるときはユリシーズを使って原稿を書きます。それが済んだら今度は撮影に入っていくんですけど、ここでは純正のカメラアプリではなくてフィルミックプロを使っていきます。フィルミックプロを使うメリットは、純正アプリよりも画質がいいし、広角で撮影できるから広い空間を撮影するのに便利というところです。今回はオプションで購入した追加機能を使って撮影していますが、この機能は一部の高価なカメラに搭載されているものと同等の機能で、作品制作に iPhone や iPad を使いたいといった方なら購入することをお勧めします。撮影して素材がある程度溜まってきたら、動画編集ソフトの LumaFusion で編集していきます。僕はこのアプリを使っている理由としては、まず操作が分かりやすいし、簡単な色の調整までできるのが気に入っていることと、ついでに動画データや音声データを3つまで重ねられるから、アフィニティフォトで凝ったテロップを作ってそれを動画の上に載せてやるっていうこともできちゃいます。いろいろなエフェクトやトランジションを使って見栄えのいい映像を作ることができるんで、 iPad だけで動画編集をしている人なら誰にでもおすすめできるいいアプリです。動画が出来上がったら、その動画を YouTube にアップしていくんですが、その時に一緒にサムネイルの画像をアップロードしてやる必要があります。サムネイル画像は極力見た目を良くする必要があるんで、しっかりと作り込んでいきたいんですけど、僕の場合まずはプロクリエイトで下書きを簡単に書いて、それをアフィニティフォトを使って作り込んでいき、一緒に写真の調整や加工もしていきます。そして最後の作業となるタイトルや説明文は、さっきも出てきたユリシーズを使って書いて作業完了となります。こんな感じで出来上がった動画は画面右上にあるボタンから見ることができるようになっていますが、正直 iPad でここまでの作品ができるんだったら、十分かなと思っています。もっと高品質な作品を作ろうと思ったら、 iPad 用のレンズや、マイクなんかを別途買わなきゃいけなくなっちゃいますが、まずはこの iPad だけでできるところから始めてもいいんじゃないでしょうか。で、今回使用したアプリを全部合計すると、だいたい1万5000円くらいになっちゃうんで、少し高くなっちゃうんですけども、少し安い、デジカメを買うぐらいの金額で、高性能な編集ソフトまでついてくるんですから、もうこれ一気に全部揃えちゃうっていうのもありなんじゃないでしょうか。もちろん全部同じものを買わなくても、同じようなことは再現できるんで、自分に合った組み合わせっていうのを探してみるのも面白いかもしれません。最後まで見てくれてありがとうございました。番組を気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。